どうも、哲学とです。今回はディアブロ4のね、発売時期について、まあ、よく配信でもね、話題になったりとか、あとね、コメントでもご質問いただくんで、ちょっと私なりのね、発売時期の予想についてお話ししていこうかなと思います。一応ですね、もう公式発表の方で2022年の年内にね、発売するってことは、ないっていうようなことがね、まあ一応もう言われてはいるので、まあ今年中に発売することはおそらくないかなとは思うんですけど、まあそうですね。まあ、ディアブロ、ブリザード社のまあ公式発表というか4についての情報についてはね、3ヶ月ごとの四半期、レポートみたいな形で、今こんなことを考えてますとか、まあこんな機能を実装しようとしてますっていうようなね、発表がブログの方でされているので、まあそちらがやっぱり、こちらがね、得られる、情報になってくるっていうのと、あと、まあ、YouTube の方なんかでね、出てる動画を見てね、まあ、こんなイメージなのかなとか、そういうのね、まあ、楽しみにしてる方も多いかなと思うんですけど、まあ、そうですね。まあ、3の発売前の状況とかも考えると、まだなんていうのかな、本質的なソフトっていうのかな、まあ、デモ版を出してみんなに遊んでもらうみたいな段階に来てないので、おそらくそれが2023年、来年にね、どれぐらいの形でできるかによって、まあ、発売時期、ある程度読めるんじゃないかなっていう気はしますね。なので、まあね、2023年の年末あたりにね、うまく発売できるとすごく、いいかなっていう感じは私はしてますね。まあ、マイクロソフトに買収されたとかね、そういうニュースもありましたけど、まあ、それによって資金力とか、あと、まあ、開発体制がね、増強されればいいんですけども、まあ、なんだろうな。おそらく、マルチプラットフォームでの発売にはなると思うんですけど、まあ、やっぱり、3に関しても言えることなんですけど、まあ3もね、発売当初結構いろいろとね、賛否両論な部分っていうのがたくさんあって、で、まあ結構バランス調整を、まあ半年ぐらいはやっぱりいろいろやって、今に至ってるようなとこあるんで、まあ、なんていうか、正直ね、発売して即名作と言われるような出来になるとは、思ってないんですよね。あんまりそういう風なゲーム作りが得意な会社じゃないと思うので、どっちかっていうと、なんていうのかな。まあ、とりあえず出して、それをね、なんていうのかな。何年もかけて仕上げていくっていうことが優れた会社だと思うので、なので、まあ、とりあえずなんていうのかな。早い時期に出してもらって、で、まあいろんなバランス調整したり、パッチを当てることによって、いい、環境にしていくっていうような方がいいと思うんで、まあね、あんまり待たせすぎないでほしいなっていうところはあるかなと思いますね。で、やっぱりアップグレードを経ても、やっぱり、根本的に変わらないところっていうのは、やっぱりストーリーモードのデザインだったりとか、まあそういう UI の部分に関しては、なかなかね、その後のアップデートでどうこうっていうのは難しいところではあるので、なのでやっぱり戦闘システムをどれだけ、まあ魅力あるものに仕上げられるかっていうところだと思うんですね。他のそのシステム面の部分はね、ある程度、まあパッチで変えていくこともできるし、まあ、ディアブロ3も当初はこういうね、クリア後コンテンツの GR なんかはなかったんですけども、まあ、特にやっぱり、おそらく、4も同じ形になるんじゃないかなと思うんですけど、とりあえず本編を出して、まあ、1年後ぐらいに大型の、ダウンロードコンテンツ、追加拡張パックを出すようなスタイルになると思うんで、まあ、クリア後コンテンツのところはやっぱり、本編を出して、そこで議論した結果に基づいてやっぱり実装するのがまあ現実的なんじゃないかななんてことも考えているので、まあなんだろうな、2023年の年末あたりに間に合わせてもらって、
で、まあ、そこから、まあ、拡張版が出るまでの期間にいろいろと調整して、で、まあ、拡張版で一つのゲームとしてね、完成させるっていうような形になるんじゃないかなという気はしてて、まあね、多分おそらく、まあ、ツーリーザレクテッドも結構発売した直後とかね、ま、なんていうかな、コネクション周りの不具合とかもありましたけど、まあ、当然そういうことも起きうるだろうなとは思っていて、なので、最初から完全なものにはできないと思うんで、まあ、それだけにね、あんまり待たせすぎると、まあ、ユーザーも、なんていうのかな、まあ、そういうのに結構、飽き飽きしちゃうところもあるんで、ぜひね、こう、まあ、23年の年末におそらくぐらいにはもうそろそろ形にはなってるだろうなと思いたいところではあるんですが、ちょっとね、今まだその、四半期情報で出てくるところって、まあシステム周りのこと結構出てきてるんですけど、まあパラゴンボードこうしますとかね、あと、まあ、こういうキャラデザインを今考えてるとかね、そういうことは出てきてるんですけど、まあ、実質的に動いてる姿っていうのに基づく、情報ではないので、まだなんていうか、なんていうのかな、チラシの裏感というか、チラ裏感がすごくある情報ではあるんで、なのでね、まあ、時期的な予想すると、まあ、ここからね、本当に本開発していくとしたら、やっぱり、23年の年末あたりになるんじゃないかななんてことを今私は思ってますね。ただまあ先ほどもお伝えしたようにやっぱり今までのねディアブロシリーズのまあなんていうのかな、流れっていうのを見てくると、まあ、そこそこその状態からなんていうのかな、みんなの評価の高い、ハクスラゲに仕上げるまでに時間かかるので、なので、とりあえず早めに23年の年末あたりに出して、まあ25年ぐらいにはまあ、なんていうか、神ゲーのね、域に高めていくような、そういう感じなんじゃないかなと、思っております。まあそれも私の、個人的な、まあ今までのその経験に基づく予想でしかないんですけど、まあね、ちょっとね、まあ結構今の時代って Steam なんかでもアーリーアクセス版みたいな感じで、その例えばアクト1だけね、仕上げた状態で発売して、で、まあ、なんていうか製品版までにもう完全なアクトで仕上げるとか、そういう手法も、まあ普通に受け入れられるような世の中にはなってるので、まあね、どこまで仕上げてくるかっていうところですけども、まあどうしてもなんかね、いつもディアブロシリーズに関して言えることとしては、ディアブロが登場してくるところの作りがすごくね、なんか、取ってつけた感になりやすいんですよね。もう、まあ2のサンクチャリーも結構あっけないっていう人多いし、まあ、3に関してもね、ディアブロがすごく、なんていうか、難易度的な部分なんだと思うんですけど、倒しやすくてなんか開けなくて嫌だったみたいなね、人もいらっしゃるんですけど、やっぱりなんかその拡張版を予感させる作りにしてるのか、どうもね、ディアブロ戦がいつもあっさりしすぎちゃってるところがあるんで、それだったらなんだろうな、まあ、本編にディアブロが出てこないってなると、まあ、ディアブロのね、タイトルの意味がなくなっちゃうんで、ディアブロ登場まではやらなきゃいけないと思うんですけど、なんかね、そうディアブロが出てくるアクトはしっかり作った状態で出してほしいなっていうのも正直あって、なのでね、まあ、まだまだ4に関してはね、まあ、一応22年のうちには出ないっていうことはね、分かってはいるんですけど、まだ読めないところはあるかなと思いますね。まあ、このチャンネルもね、一つの目標として、まあ、やっぱり4の配信っていうのをね、必ずやりたいなっていうところがありますので、まあ、それまでは3とかね、2の攻略情報、そして配信の方をやっていきたいと思いますので、ぜひね、今後ともよろしくお願いします。
どうもありがとうございました。哲学とでした。